Breaks Room。東京六本木ヒルズから堀潤がナビゲートしています。J-Wave Jam the World。続いてはブレイクスルーのコーナーです。今週土曜日で東日本大震災原発事故から6年を迎えます。今週のブレイクスルーは特別企画、震災から6年、あの日を忘れないと題して、各曜日様々な角度から2011年3月11日からの日々とこれからについて考えます。2日目となる今夜のテーマは原発に依存しない社会づくりについて。お話を伺うのは福島発電株式会社代表の鈴木誠一さんです。鈴木さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。いや、鈴木さんは僕は実を言うと東日本大震災発生直後に福島県庁内で取材をさせていただいたんでしたよね。あの時にはもう本当に直後で県庁の敷地内にも自衛隊車両が所狭しと並んで、もう本当に有事の状況でしたね。で、県庁も地震ですごく傷んでいて、隣の建物でしたよね。そうですね。あの時は県庁が被災しましたんで、結局県の災害対策本部も含めて、隣の県の自治会館という場所に避難してました。我々も当時主に被災者の物資の担当をしてました。いや、あの時には実は鈴木さんは発電事業をされる代表ではなくて、まさに県庁マンとして現場を仕切っていらっしゃいましたよね。地図を広げながら、今まさにそのどういう形で復旧作業をつなげていくかという話を伺いましたけど、あれから6年、振り返ってみるとどのような思いが去来しますか。はい。堀さんに、初めてお会いしたのが、多分2011年の、4月か5月だったのかなと思いますね。ですから、震災直後、原子力災害直後の、一時避難から、体育館とかですね、そういうところからいろんなところに二次避難をしていただこうという段階でしたし、加えて自分たちの仕事が、商工労働部ということで、やはり震災現象事故からどう福島県の産業を復興させていこうかというところを検討している時期でしたね。現場のお一人としては、その時にはその原子力災害を目の当たりにされて、当時はどのような、テレビで放映される福島第一原子力発電所、あそこの水素爆発の様子がですね、みんなもう頭の中真っ白で見ていたという状態だと思いますね。現実に目に見えない放射能恐怖というのがありましたから、あの当時は3月15日、福島市内、自転車で走ってると、線量計が、やはり15マイクロとか20マイクロとか非常に高い数値を示していて、これからどうなるかなという不安はみんな持ったと思いますね。鈴木さんご自身は、お生まれもご出身は福島なんですか。そうですね、福島県いわき市ですね。いわきですか、ですから自分の実家も原発から34、5キロの地点ですけど、津波被害を受けて床上浸水で、うちも親を避難させて福島に出てきたりしてたような状態でしたですね。そういった意味で言うと、当時は、県庁で働いていらっしゃって、で、その原発事故の、当事件、当時僕東京で伝えるときに、東方銀行のですね、北村頭取から、堀さんとニュースで伝えるときに、福島第一って言わないで、あれは東京電力福島第一原発で、福島から東京に電気を送ってたんですよ、福島が何か悪いことをしたような印象がついてしまうからちょっとって、で、そこから僕はニュースでは、東京電力福島第一原発だって原稿をちょっと書き直して伝えるようにはしてたんですけれども、その後いろいろな関係者の方からお話を伺ったりとか、第一原発の中に入ったり、第二原発も取材で訪れたりとか、当時の政治家の皆さんなども話を聞いたり、もちろん電力会社にも聞いたりする中で、あれはやはり自然災害というよりかは、僕は人災の部分が非常に大きかったんじゃないかなとやはり思います。それまでの間で具体的な対策を講じる機会というのは何度かあったわけですよね。逆に県庁マンとして当時この災害と向き合う中で、どんな教訓やどんな気づき、どんな思いというのを抱かれましたか。あの場に遭遇したものとして感じたのは、やはり
地震と津波被害に加えての火災だったということで、まあ、避難者がですね、まあ、膨大な水を呼んでしまうんだと。それのために避難所の確保とか、まず物資の確保、それからガソリンやですね、移動、逃げるにしても避難するにしてもガソリンもない。また3月12日です、非常に寒い日だったんですけど、まあ灯油もない。でそういう場所がたくさん出てきて、でそれにどう資材を運ぶか、そういう中でやはり震災の避難者もですね、やはり皆さん冷静に対応いただいて、それでまあなんとかねそれぞれ避難はされたんですが、やっぱりその後の生活考えるともっともっとやるべきことがたくさんあったと思ってますね、うん、特に福島県の場合は、まあ、津波や地震などによる直接死よりも、はい、いわゆる震災関連死といわれる、はい、まあ、その後の長引く避難生活や、まあ、避難の最中の、まあ、過度なストレス、そして、まあ先行きが不透明な中での、まあ、精神的な圧迫、まあ、そうしたことから関連死が非常に多く出てしまったということが非常に課題として残りましたよね、はい、改めてそういう中で、まあ、こうした災害を繰り返さないためには何をやはりこうしておくべきだということを、まあ、原子力災害他のところでですね絶対起こしてはいけない災害だと思うんですけど、震災関連死のお話ありましたけどね、震災による直接死が確か2000人弱だったと思います。で関連死はもう2000人超えたと思いますね。そうですね、はい、やはりそれまで2世代3世代こう同居して、家族仲良く、まあ、近所の人たちとですね一緒にそういうコミュニティで生活していた、それがバラバラになって一人ぼっちになった時に、やはり仮設住宅なりまたは借り上げたアパートの中で孤立して孤独になった、うん、そういう中でやはり自分の健康を顧みず、ストレスから、まあ、心の病であったり体の病を悪化させるということは多々あったと思いますね。うん、まあ、なんとかね、そういうことの対応って言ってももう正直言って難しいんですけど、やはり原子力発電所のやはり稼働の動きも始まってますが、やっぱりそういった安全対策をしっかりと地元に説明をして、地元のリカバリーを得た上でやっていただきたいと思いますね。実際に原発事故が発生した直後、僕は当時まだ NHK だったんですけど、夜のニュース番組で発信した、やっぱり最初の表現が僕は不条理っていう言葉をパッと感じましてですね、はい、こんな不条理なことが起きていいんでしょうかということをお伝えしました。はいはい、その部分については、鈴木さん不条理だななんて感じるところってやっぱりあったんじゃないか、どうでしょうかね。うん、まあ、福島県はまあ、東京に対するね、首都東京に対する電力を供給源、うん、もう100年以上そういう県です。1914年福島県の猪苗代湖から、東京に上級送電したのが始まりです。でその後戦後も奥会津の只見川という水系があるんですが、久留米電話ダムを作る前ですね、あそこで大規模な水力発電の開発が行われて、その電気を東京の第二次大戦後の復興のエネルギーにしたし、同時並行で、まあ、浜通り、いわきの方ですと石炭が取れました。その石炭も首都圏のエネルギー源として送っていた。で、その後に来たのが原子力発電所、昭和40年代からというところでですね、ずっとずっとですね、首都東京に電力を送ってきて、まあ、ある意味それは地元の産業になった部分もあるんですが、まあ、それによって今回の被害もそうですし、あと水力発電所の地帯も大規模な水害っていうのを、まあ、40年30年スパンで起きるケースもあります。ですからそういった地方の負担の中で、今回こういう現象災を受けてしまった、この点についてですね、やっぱ地元の人たちからすればありきれない思いがあると思いますね。いやだからね、その当時の、まあ、総理は福島の復興なくして日本の復興なしというふうに言いましたが、その後じゃあ本当にその東京にいる中でどれだけじゃあ福島県の復興や、まあ、これまでの復旧に向けてのさまざまな努力っていうことに関わってきましたかと問われると、やはり十分ではないんじゃないかなっていう思いもあるんです。というのが僕は一番嫌いな言葉が、いや第一原発の事故を受けた地域は時計の針が止まったままですって安易に言う方の言葉が
聞くとですね、ちょっと待ってくださいと。実を言うと、2011年の震災以降、現場では時計の針を進めようと、一歩一歩、いろんな取り組みがあって動いてます。だから、立地町でもある、まあ、双葉大熊であったり、まあ、計画域に指定された30キロ圏内の自治体でも、本当に今、いろんな動きが始まってるじゃないですか。そうですね。でも記憶、まあ、これメディアの伝え方が良くないのかもしれないんですけど、当時から止まったままっていうね、そういう声をちょっとこう、聞くなと思うんで、そのあたり、現場にいらっしゃっていかがですか。はい。まあ、先週も、堀さんと、大熊町の、弊社の皆さんとお会いしましたけど、震災直後、全く入れない、そういう場所でしたよね。それが今は、普段着で入れるし、第一原発の社敷を手前で、普通に生活ができる。で、そういう復興拠点が各地にできてきている。これは、やはり来ていただかないとわからないと思うんですね。そうですね。とても止まっているとは思えない話です。双葉大熊って聞くともう、閉鎖された街っていうふうに、はい、まあ、そこで止まってしまってる。ちょっと今日はその情報を更新したいなと思って、はい、鈴木さんにもお越しいただいています。はい、今は県庁を退職されて、福島発電2013年に創業、こちらの代表に就任されて、されたのが2015年と。はい、で、福島発電は2040年までに福島県内のエネルギー需要を 100% 再生可能エネルギーでカバーするということを目標にしています。どんな青写真を描いているのか、さらに後半で伺います。エイリアンポイント3 J-Wave ジャム・ザ・ワールドブレイクスルー特別企画、震災から6年あの日を忘れない。今夜のテーマは原発に依存しない社会づくりです。福島発電株式会社代表の鈴木誠一さんに、お越しいただいています。鈴木さん、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず福島発電なんですが、再生可能エネルギーを普及させていく企業ということで、創業が2013年で、そして鈴木さんが代表に就任されたのが2015年。これどういう経緯で立ち上がった企業なのか、で、どんなことをやっているのかという概要も少し教えていただけますか。はいはい、福島発電ができる前に福島県の復興の考え方をお話しなきゃいけないと思うんですが、福島県原子力発電所事故があったということもあってですね、原子力に依存しない、持続可能な社会づくりを福島県から提案していきましょうと。で、それは再生可能エネルギーの飛躍的な推進と先駆けとしてなるという姿勢で取り組んでいきましょうということがまずあります。これはもう県の方針として採択されましたもんね。はい、そしてその再生可能エネルギーを進めるためのエンジンとして、まあ、弊社が2013年に設立されたという経過です。で、当時また自分はですね、震災後産業の復興をやる中で、やはり再生可能エネルギーの関連の産業もですね、誘致し育てたいというところがあってですね、単にエネルギーを作るだけではなく、それによって地域の雇用を作り、世界に誇るような技術もそこで開発できたらなということがありますね。ま、新産業の育成ということについては、はい、まあ、非常にこう力を入れるべきだという思いを抱かれたわけですか。はい、そうですね。やはり地方都市はどうしても特に東北地方はそうですけども、まあ、県外からの大企業の立地、それによって、まあ、地域経済が、まあ、発展するという傾向はあるんですが、やはり企業が一旦なんかトラブったり傾いたりするとですね、その地域は廃れてしまう。やはり地域自らの技術と人材で、産業を育てていくというのが大事だと思いますし、まあ、そのためにも地域の自然のエネルギーを活用した産業、これは被災した福島にとって大事な産業だなということで取り組んでました。代表に就任されますよね。はい、それは県庁退職してという選択になったわけですか。そうですね。まあ、1年早く辞めて定年よりも、はい、で、まあ、もともと産業振興と再生可能にと両方やってましたんで、やはり自らエンジンとなって、まあ、地域で動いていきたいと。なかなかいろんなアイディアをおっしゃる方は全国から集まるんですが、実際それをやる地元の方なかなか難しいと、まあ、そういう方たちのマッチングも含めて自分がやっていければなと思って入りました。地元への思いであったりとか、まあ、その新エネルギー、特にまあ原発への思いというのは当時はどのように抱いていらっしゃったんですか。やはり、まあ、元々福島県
原子力発電事業の将来にやっぱり不安を県として持ってました。それはやはり原子力発電所の廃棄物、これが発電所内で溜まっていく、処理される見込みがない、その中で要するに発電事業がですね、将来にわたって安全に地域で、継続できるのが疑問だということもありますし、たびたびのトラブルもありました。そういうところから、福島県庁の中でも、他の産業も考えなきゃいけないというところで、新エネルギーという分野も震災前からですね、検討は進めてきた段階でしたね。県の中でもやはりその核のゴミの問題、そういったものについては、じゃあ以前からいろいろなこう不安視する声や疑問というのがあったということなんですか？もちろんそうですね。やはりさまざまなトラブルあるごとに、やはり核のゴミがもういっぱいになってくるよ、どうするんですかっていうのをですね、国と東京電力に県が申し入れをしたり、それらはやはり国の責任で、きちんと処理してくださいという申し入れをしたいということをやってましたですね。以前浜通りの楢葉町の元町議会議員の方にお話を伺った時にも、第一原発第二原発の今後のありようについて、やっぱりその再処理をするようなきちんとした施設を作るべきなんじゃないかとか、あとはその古くなったものはちゃんと新設するべきなんじゃないかとか、いろんなことがその意見として出てきたけれども、結局事故に至ってしまったっていう、その悔しい思いというのを伺ったことがあるんですよね。原子力発電所も長くなるとやはり老化の劣化の問題がありますし、それをどうしていくのか、要するに廃炉にするのか、それとも期間を延ばしても大丈夫なのか、そういった議論もされてたと思いますね。いや、そういう中でその浜通りに通う中で6号線が復帰して通れるようになって、その警戒区域内もで双葉を大熊も通れるようで、常磐道も通れるようになってと、で取材で南北行き来してると大熊のあたりに、あれなんか随分ソーラーパネルが増えたなっていう、で今もまだ作ってるなという、そういうそのちょっとした変化から鈴木さんたちの取り組みに着目することになったんですけども、帰宅困難区域も持つその大熊で2つの地区は完全除染がされてるんですね。大熊町でも一部線量が低い地域がありましたんで、そこはもう除染を完全にやって 0.2 マイクロシーベルト以下、年間1ミリ以下のレベルまで下がってると、そういう場所もありますんで、そういうところで農地をやはり保全するためにも、やはり一時的にお借り上して太陽光発電所をやるということについて、やっぱり地域の皆さんの理解が得られるということで各地で広まってますね。で福島発電でもその大熊に、発電所、メガソーラーの発電所を設けていると、で具体的にはどういう発電所になっていますか？大熊の発電所は太陽光パネルが1900キロワット規模で、それほど大きなものではないんですが、そこで得られた利益の一部を町が作る植物工場、いちご工場ですけどね、そちらに給付していくという形で、利益を地域に還元していくという立場でやってますし、大熊以外にも富岡とかですね、今は浪江とか他のことも検討してるんですが、そういったところの事業もやはり地権者の農地をきちんと守っていくということと合わせて、地域の復興に貢献するような形で運営していくということを、弊社中心にやってます。いちご工場はもう稼働してるんですか？まだ今建設中ですね。いつぐらいから、どうでしょうね、多分来年ですね、きっとね。そうですか、大熊で。そうです、そこはそれ以外にも第一原発に給食を運ぶ給食センターがもう1年以上前ができてますし、また東京電力の廃炉に携わる人間の社員寮ももう700人分ぐらいできてます。でそこには大熊町の役場もこれから作る予定です。ですから復興拠点として、伊勢府からもう7キロ8キロ離れたところにもそういう人が普通に住む町ができているということを、ぜひ東京市も見てほしいですね。本当ですね、ちょうど福島発電のメガソーラーがあるちょうど道路の反対側、向かい側にある農地をずっと手入れをされている地元の方に鈴木さん紹介してくださってお話を伺って、でお野菜どういうのが作れるかなっていろいろ試みもする中で、花をそこに植えようと、でどうして花をっていうふうに聞いたら、ここをね行き来する作業員の人たちも気がちょっと心が和むんじゃないかななんていうふうにお話しされていて、そういう、僕はその町がですね、直後の時には本当に色を失ったなって悲しいなと思いながら見てたんですけど、だん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 その色が増えていくというか、息遣いも聞こえてくるし、そういう時期に
差し掛かってきましたね。そうですね。3月末日、31日をもって、まあ、避難指示解除になる自治体も多いですし、まあ、4月1日にも富岡町が解除されます。まあ、そういう形で、地域のインフラや、生活基盤、要するに商店や医療機関や学校、そういったところも再開始まっているという状態です。ただ、いかんせん、やはり住民の方、そうですね。なかなか戻ってこれないという方もいらっしゃるし、戻ってきたい方とそうじゃない方と、複雑な状況になっているというのはやはり原子力被災地だと思います、ね、そうですね、まあ、とは言ってもじゃあ飲み水の問題どうするんだと、いや大丈夫だよ、いやそれはちょっとまだ心配だと、じゃあ子供をどうするんだ、いや、占領系から言うと大丈夫なんだ、いやでもそれはまだわからない部分あるでしょと、いろんな声がやっぱり聞かれてきて、はい、町の復興計画を具体的にどういうビジョンを描くのかってまだまだ、はい、みんなで知恵を出し合っていかなきゃいけない時期かもしれませんけども、その太陽光の事業、はい、再生可能エネルギーの事業に関しては非常にこう大胆な目標を設定されていて、福島県では2040年までに県内エネルギー需要 100% のカバーを目指すと、はい、いうことなんですね。再生可能エネルギーでやると、そうですね、はい、これはもうあとだから、今年が今2013年後ですね。そうですか、はい、でもこれはもう決意の表れだと思いますけども、ね、はい、実際具体的にはどのような手順でこの再生可能エネルギー 100% というのを目指していくんですか。はい、具体的にですね、事業を進めるために一応県でアクションプランというものを大体3年基盤でこう作ってるんですが、今現在喫緊の課題としては被災地の双葉郡を中心に大規模な発電事業をやらなきゃいけないということで、あそこに共用送電線を作り、そして大規模な風力、大規模な太陽光を入れて、まあ、原子力災害にあった地域が再生可能エネルギーの一大拠点として復興していくというところが今大きな課題になっています。まあ、その他県内の企業さんによっては大規模水力をリメイクしてよりもっと発電力が上がるんじゃないかというお考えの方もいらっしゃるし、まあ、そのためにいろいろ国や関係のところにご相談しているという人たちも大勢います。まあ、またより小さなところで言えば、実は使う電気をエネルギーを減らせば、実は100パン済みじゃ近くてですね、今どんどんスマートハウスなりスマートビルできてると思うんですが、やっぱりゼロエネルギーの建物ができて、そうすると外部からのエネルギーの供給なくてもですね、自給できる。そういうことで、使う量を減らし、そして作る量を増やし、そして2040年 100% 目指すという方向づけていってます。実際にスマートハウスやスマートビルディングですか、はい、電力見える化したりとか、きちんと融通がし合えるような環境を作ったりとか、節電ができたりとか、はい、その動きっていうのは福島県内では具体的に、そうですね、震災以降そういった、支援制度もありですね、県内ではやはり浜通り中心にそういうスマートタウン作りが進んでます。被災地双葉郡だと、浪江町さんとか奈良町さんとかも始めてますし、北野新地町さん、中通りでも、伊達市や会津若松市、はい、そちらでも取り組んでますね。そうですか。日照量とか、どうなんですかね。はい、太陽光発電で、日照時間というのは大きな問題になるんですが、気温も影響します。うん、気温が10度上がると、発電効率が 5% 下がると言われています。そうか、パネルが熱くなりすぎると発電効率が下がるんですよね。ですから、平均気温が低くて、日照時間の長い、福島県の浜通りというのは、研究者によると全国でも発電に恵まれた地域だというふうに聞いてます。なるほど、はい、その熱でよって効率が落ちる分を考えると、その気温が低いというのは少し、はい、利するところがあるという話です。実際福島県の浜通りでも、特にいわき市の小生地区なんかは瀬戸内とか山梨と変わらないぐらいあると思います。瀬戸内とあまり変わらないぐらいあると思います。はい、確かによく晴れた日はもう穏やかでポカポカして気持ちいいですもんね、はい、いわきの方もね。そう続いてね、夏30度超えることはあまりない地域ですね。あ、じゃあちょうどいいんですね、はい、実は。そうなんです。実は。そういうところもあるわけですね、実は。結構風力の試みというのも大規模なものが、はい、そうですね。検討されてるみたいですね。もともと2、3年前までは全国一番大きかった風力は福島県の猪苗代湖、大きな湖があるんですが、南にある野引高原風力発電所と。これが、大きい規模だったんですが、それ以外にも、阿武隈山系、福島県は浜通り、中通り、会津地方という3つに分かれていて、その中通りと浜通りの間の阿武隈山系があるんですが、そこに風力発電所が今でも2カ所ありました。で、そこに加えて、
今私の会社が関わっている部分もありますが、これからあの地域にやっぱ自然との共生を図りつつもですね、風車を200基くらい計画しようと。200基、はい、大規模ですね。大規模です、はい、ですからもうそれが完成すればもうそれだけで50万キロワットぐらいの規模の風力発電所ができる、完成するということになると思いますね。とは言っても、あの今日本全体を見てみますと、はい、まあ、今の政府の方針でも、まあ、原子力政策に関してはまあ維持で、特にベースロード電源としての活用、はい、うん、まあ、しかしながらメーカーの方はいろいろなまあ問題を抱えながら、はい、まあ、日本の原子力政策これからどうなっているんだと、まあ、原子力をやめると廃炉作業を担う、ね、科学者が育たないじゃないかとか、いろんなこう課題もまあ一方で指摘されてますよね。今のその福島県からは原発ゼロ、再生可能エネルギーでカバー 100% とこういう目標を打ち立てている中、全体の状況をご覧になるとどんなふうに感じてらっしゃいますか。うん、まあ、あの福島県だからこそ、まあ、そういう大きな、ね、目標を立てて、県民挙げて前進しなきゃいけないのかなという考え方ですね。やはりあのエネルギー的に考えれば、今電力システム改革がずっと続いてます。やはり日本の将来のエネルギーをどう考えるかというのは大事なテーマだと思います。それはやっぱり国民を挙げて議論していただいて、うん、ベースロード電源があの再生可能エネルギーだという国もあるわけですよね。そして、調整電力がガス発電とかですね、ガス火力とかですね、そういうものを使って調整する、まあ、発想逆ですよね。国民がその費用をどう負担して、また国のエネルギーのシステムをどう変えていくかというところの議論が進まないことには話は進まないだろうと思ってます。いや、そういうことを伺うと、ひょっとしたらこの福島県を忘れないっていうこのスローガンに伴う具体的なアクションとしては、そうした 100% 再生可能エネルギーを目指すんだという県の様々な取り組みに対して投資をしたり関わったりで、それをまあ応援したりと、そういう形での復興、まあ、新しい形のイノベーションを支援するっていう、こういう関わり方もありそうですね。そうですね。あの今我々あの福島県内の企業がやはり首都圏の、まあ、大手企業さんと一緒に再生可能エネルギー事業を作んでいるのもあります。そういうプロジェクトもたくさんあります。まあ、実際でも一般の方はね、なかなかあの馴染みが薄いと思います。実際私も運営している福島空港のメガソーラであったり、先日堀さんミーティングに来ていただいた大熊、とりわけ大熊の発電所は、福島第一の給食センターと一緒にですね、4月以降は、被災地ツアーのコースとしてご案内するようになってます。あ、じゃあ一般の方も、そうですね。見られるということですか。はい、ぜひですね、やはり現場に足を運んでいただいてですね、被災地の復興がどう進んでいるのか、それを目で見ていただきたいと。どうしてもあのメディア通してですね、まあ、HF の2号機で600シーベルトなんてとんでもない数字が出ました。そうすると、いっぺんその風評でですね、関係のない100キロも離れた会津の温泉旅館の予約が止まってしまう。こういうのがたびたび繰り返される。でも、来ていただくと全く違う状況がわかると思います。もう福島県は、全国で3番目の広い県です。やはりその県の中で、被災地がどんどん除染をするめることによって小さなエリアになってきている。そして、津波被災、まあ、地震被災されたところも復旧復興が進んでいる。で、食の安全も同じように、やはり、もう米も全量検査してますし、全量袋検査ね、はい。野菜も魚も同じになってます。それを、実は一番私は、個人的には一番安心だと思って食べてます。福島県内ものこそ一番安心だと思ってるんです、世界一。うん、まあ、それほどの検査をやってるからこそ、自分はそう思ってますけど、それをやっぱり県内の人から見ればですね、やっぱり情報がない中でやっぱり不安に感じるんじゃないかなと思いますね。そうですね。ぜひ皆さん足を運んでもらいたいなと思います。ちなみにその、復興のツアーとかは行きたいという方はどこで調べたらその情報が、これから4月以降県の観光物産交流協会のホームページ内で紹介されると思いますが、弊社のホームページから希望しても結構です。あ、そうですか、はい、福島発電で皆さんね、はい、検索をしていただければと思います。番組でもまた折に触れてお伝えできればと思っております。鈴木さん、どうもありがとうございました。本日ありがとうございました。以上、ブレイクスルーでした。